ソロモンの偽証は、ね、面白いよえっ、ー、とね宮部みゆきの原作で宮部みゆきが「構想15年執筆9年」って書いてるんだ。で宮部みゆきって書くのをね早いので有名な人でそんなにね 9年年ももかかかかるるははずずががなないいし、んで。あんまり宮部みゆきってここで構想何年とかってほら吹かない人なんだけどもなんでそんなかかるのかで僕それ読んでなかったんだソロモンの偽証って読んでなかったんだけども映画見たらもうね最初の1分から引き込まれる引き込まれる。舞台は中学2年生の。 あのクリスマスの話なんだけど中学2年の女の子があのクリスマス12月25日だよ、ね、いわゆる終業式の日に学校に来たらそしたらそこで、えー、クラスメイトが飛び降り自殺をしてるのを発見するというところから始まってで、えー、犯人は誰かということっ結局あの学校の中で生徒だけで子どもたちだけで裁判をするっていう話なんだよ。 あのいわゆる、ざっくりとしたストーリーで言えば思、えー、った通りの展開なんだざっくりとしたストーリーで言えば自殺するでそれは事故じゃないかっていうふうに警察は言うで、「単なる自殺だっていうふうに警察は結論づけるで先生たちもそう言うしかし島しが来て島しでは殺人現場を目撃したクラスでいじめっ子で有名な子が殺すのを見たっていう目撃がある。ででも、も、そののの目撃したと女の子もクラスの中でちょっと 変な位置にいる女の子で,で奴隷みたいにして使ってる女の子との関係みたいなものもあってっていうふうなことでどん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 盛り上がってるで「告白」っていうふうにあの今ちょっとコメント流れたんだけども告白に似てるんだけどね告白で中島監督がやろうとしてるのはすごいえぐい現代を描こうとしてるんだ。 だから僕もあの昨日見て思ったのがソロモンの偽証っていうのが何が面白いのかってさ25年前の話なんだ1990年の話でそれを今振り返ってるのあの2015年の今から25年前の話を振り返ってその事件から立ち直った子がその中学校に教師となって帰ってくるシーンから始まるだから一番最初はその主役の女の子の25年後大人になって校長室に来て あの頃の頃話をすること始まるであれは伝説的な事件でっていうふうなことから始まるからおそらくハッピーエンドで終わることは分かってるんだ宮美幸すごいよねだから手札を全部晒しながらどうなるのかわかんないで普通さこういうのって、まあ、大人が無理解だとか隠そうとするだから子供たちだけで裁判をやるんだっていう話で残酷になりそうなんだけどさところが25年前だからその渇きとかさ告白と違って同時代性がないんだよね。 もう、出てくるさ小道具とかがとんでもない細かいやつでとあの俺シャープのワープロショイン久しぶりに見たよ、えー、3.5インチとか5インチのフロッピーディスクが2台入るタイプのやつなんだけどさそれでなんか「脅迫群みたいなやつを打ってんだよね」<laughs> で、「すげえ!」シャープのショインのまだ動くやつがある」とか <laughs>、そこで感心しちゃったんだけどそういう小道具とかも完璧で。で 25年前の事件だから子供たちがね親の言うことを聞くんだよね。であと LINE とかさ携帯とかがないからんだろう今のドラマだったら絶対に大人の言うことを聞かない子供たち子供の残虐性っていうのを絶対に出すじゃんだから告白にしても去年の渇きにしても中島作品って絶対それを出すんだけどもそういうのが一切ないからんだろうな逆に言えばリアルなんだよ。だからなんかね 今ののののの中学生生とか高校生の本当の姿を描くっていうのってて、いうりりなものにななもにがちなんだよね。現代の風俗の最新のもの子どもたちから「俺たちの現実はそうじゃない」って言われるのが怖くて過剰に過激にしてるんだよねどうやっても現代のってでも25年前のものにしてるから余計にリアルでドキドキしてるんだよ。でそれでなんだろうな子どもたちは信じられないだから子どもたちだけで裁判しようというふうなことで、えー、と判事決めてで、えー、と検事決めて。 で、え「ー「弁護士決めて」っていうふうなことでだん,だん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 裁判の準備を始めていくんだけどさ結局裁判がやるのが8月の15日つまり事件が起こったのが12月25日で,で中学2年生なんだ。でみんなもやもやしたまま進級して事件が起こった2年 E 組っていうのはばらされて主人公は3年 A 組なんだけどもでもなんか卒業文集作る時に「 元2年 E 組のみんなだけ集まってっていうふうに集めてでこのままじゃいけないとも私たちでちゃんとはっきりさせようよっていうふうなことで,で話し始めるとだから半年以上かけて子どもたちの中でもやもやとしてなんかこうなんだろうなはっきりさせてほしいとたとえ傷つくことがあっても真相を知りたいっていうものが子どもの力でそれを突破するのに半年以上かかってるっていうのがさものすごいリアルな。で 映画はさ、そのソロモンの偽証の前編なんだよね「事件」っていうやつで,で後編が「裁判」っていう回でさそれが4月の11日公開なんだけども映画が終わった終わるところがそのじゃあ いいいよいよ裁判が始まるととうことで、最学の,の事実がドンと出てきてきてもう映画館中の人が「えっ?」って息飲んだところでスタッフリストになるんだよで「おいおいおいこれどうすんのどうすんの」ってもう映画館中新宿のピカ俺,俺も新宿ピカリンだったんだけどさ「フィフティシーズ」とえらい違いだよ。50シーズの時はいい加減に白感が漂ってて劇場の女の子たちだけがみんな素敵みたいな感じだったんだけど昨日見たソロモンの儀象の方は。 法画で,で、おまけに無名の子役ばっっかり使ってるんだよね。大人の先生はそこそこキャリアがあって上手い人使ってるんだけど本当に子役で映るのが長い人が、本当に無名の子役ばっかりだからんだろう会場中とりあえずもう映画館中引き込まれてさで終わった時にこうスタッフリストがなった時に「えー、どうなるんだろう?」と思ってでクラシック音楽が流れて。 あ、終わりかと思ったらそしたら後編の横編がドーンって後編で始まってで後編のいいシーンがバ,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 バッと見せられて4月11日公開ドーンって終わって真っ暗になったらもう会場中誰も動かないのやられたっていう形でさ見たいとしか思わないもうあと1か月あるんだよすっごい見たくて見たくてこれ見るまで死ねねえわと思ってさ寄生獣もそんな感じいや そんんななもんじゃない <laughs> なんだろうね宮部みゆきのミステリー作家としての本気であとなんだろうな学園ミステリーヒューマンドラマって言ってるんだけども間違いなく感動して泣けるのがもうね約束されてるんだよね一番最初のファーストシーンから。うわっこれどうするんだろうもう今ねあの原作読まないようにするので必死。俺は <laughs> すごく読みたいんだけども。 原作読んじゃったらダメだろうかなと思って原作読むのを我慢してますそんな1週間でした、えー、ごめん今からレートを見に行ってくるあっいってらっしゃいこんな番組を見るよりレートショーを見てきた方がいいと俺もちょっと思うけどもまあ寂しいけれどもね <laughs> 見たくなったなそうですよねあのね前編後編にしたのも分かるよ多分ね最初から前編後編でなかったんじゃないかなとまあ俺何も知らないよ知らなくて言ってんだけどもあの前編後編でするのって結局 後編ってどんなにちゃんと作っても前編の六割とかさ四割ぐらいしか入らないっていうもう統計的な根拠があるんだよね。でもあの前編は見た人がほぼ全員後編見るし、なんで前編と後編の間に一ヶ月もかかるのかっていうと、前編が面白いと分かってても日本中の人で見たいなと思うのを人が全員見るのにやっぱりね三週間ぐらいかかっちゃうんだよね。まああの見てない人はですね、ソロモンの偽証はあのフォで本当にこんなに面白いのって。 びっくりしたよあの。初めてと言ってもいいぐらいなんじゃないかな明らかに予算かけてないあのいい意味でね、えー、貧乏臭い映画とかそんなんじゃないんだよ。夏から雪のシーンまであるから多分金はかかってるあの雪のシーンっていうのは昔あの伊丹十三が「丸さんの女」の冒頭シーンで雪降ってるシーンっていうので雪どうするのかと、もう塩まくしかないって言ってとりあえず画面見えてるところに全部塩まいてるそしたら踏んでも雪っぽいんだよ。 すっごい金かかるんだけども、もうその取り方してるから。ああ、これ、塩まいたんだ。CG じゃねえよ、すげえって思ったんだけどさ。なんか、そういう作り方してるのですね。ぜひ、なんだろうな。あの、なんだろう。ハリウッド対策みたいに、無駄な金のかけ方してない。けれども、見応えのある映画になってます。宮部みゆきはもともと実力がある。あの、人だったんだけども。あまりにわかりやすくミステリーを書く。あの。 おそらくどんな読書体験しかない人とかあと年齢層によっても分かるようなものを書くからこれまで分かりやすいミステリーを書いたので文学的には割と軽視されがちな作家だったんだけども今回の,そのソロモンの偽証によって表現方法がとことん平易で何歳でも分かるんだけども、えー、なんだろう人間性の深いものを書こうとしてるとにかく役者の演技の目,目の演技がすごいうまい。 嘘を言いながら本当のことを言おうとしてる目とかあと一生懸命本当のことを言いたいんだけども嘘をついちゃう目っていうのが中学生が、ね、演技やってるんだであのスタッフリストとか後で見てみたらさ本当に演技してるのがさ13歳14歳15歳ぐらいで一番年上でもあの e − g ー r の女の子で本当にね1617ぐらいしかいないんだよね。まあまあまあすごい映画です。